この度、海上自衛隊幕僚長の酒井良氏が記者会見を開き、インド洋及びアラビア海での海賊対処活動に関して言及し、護衛艦の装備などを追加するとの情報をキャッチしました。今回は、護衛艦さざ波の装備変更による新戦術と、アデン湾における風刺派海賊問題について詳しく見ていきましょう。ジブチに拠点を置く自衛隊は、海賊対策だけでなく、地域の安全保障にも貢献しているのをご存知でしょうか。海上自衛隊のトップである酒井良第35代海上幕僚長が、2024年1月30日に開かれた記者会見において、インド洋及びアラビア海における海賊対処活動に派遣する護衛艦の安全対策などに関して言及した。この会見において、酒井会長は、昨今のアラビア海アデン湾において発生しているイエメンの反政府武装組織の風刺派による民間船舶への攻撃について触れ、現在の情勢に沿った事前訓練や、護衛艦への搭載機器の追加などの対策を実施して、安全確保に万全を期すと述べた。しかし、活動海域の情勢に関しては、アデン湾において、西側の民間船舶に被害が及んでいるが、海上自衛隊による海賊対処行動を即座に中断しなければならないという判断には、まだ至っていないと説明して、今回の護衛艦派遣に関して見直す予定は、ないことを明らかにした。また、2024年2月から危険海域に派遣される護衛艦、さざ波に、風刺派の攻撃に対応するための装備を追加する方針である旨を伝えた。アラビア海のアデン湾とは、インド洋の北西側にある東西に細長い湾で、その西側は、ガブエルマンデブ海峡を介して、紅海を経てスエズ運河につながり、東側は、アラビア海へつながる、ヨーロッパと中近東、アジアを結ぶ紅海の要衝であり、政情不安が治らないイエメンやソマリアにジブチなどが接している。このバブエルマンデブ海峡の幅は 30km ほどと狭く、東にはイエメン領のペリム島、西にはジブチ領のサワビ諸島があるために大型船が航行できる航路は限られており、そこを狙って風刺派が日本の船舶も含まれる民間船舶への攻撃を強めていて、情勢が緊迫している状況だ。イエメン北部を掌握して、本拠地として、イランの支援を受けている風刺派は、パレスチナのガザ地区において、イスラエル軍の掃討作戦を受けているイスラム組織ハマスとの連帯を示し、紅海を航行する、イスラエルと、つながりのある国々の民間船舶への攻撃を繰り返していて、これまでに、様々な西側諸国の船舶が標的とされた。この攻撃に対して、アメリカ軍とイギリス軍が報復するため、1月に入ってから、風刺派の拠点へ空爆を加えたことによって、互いの報復攻撃の応酬が続いている中、風刺派のアベド・トール報道官が、1月29日に、NHK のオンラインインタビューに応じ、アメリカとイギリスがイエメンへの攻撃したことによって、我々は、両国と戦争状態にあると発言して、紅海などで行っている船舶攻撃の意味不明な正当性を主張した。さらに、トール報道官は、我々は、この地域での緊張感を高めるつもりはない。イスラエルが、ガザ地区への攻撃を止めれば、風刺派の攻撃も終わる。イスラエルのガザ地区への攻撃が停止されるまでは、これまでと同じような船舶攻撃を続けると強調していることから、紅海での運航を中止する海運会社が続出しており、世界的な海上輸送への影響を受けている。風刺派は、船舶攻撃において、ミサイルやドローンを使用していることから、アデン湾を含む海域へ派遣される護衛艦には、それらに対抗できる装備が必要であるため、今回の酒井会長の発言につながったのだろう。2月1日から第47次派遣海賊対処行動水上部隊として派遣される護衛艦、さざ波は、2009年3月14日、ソマリア沖の海賊対策のために、護衛艦、サミダレと共に、第一次派遣海賊対処水上部隊として派遣されて以降、これまでに、4度のソマリア沖やアデン湾に派遣されており、今回が5度目となる。さざ波は、高波型護衛艦の4番艦として、2005年2月16日に就役した汎用護衛艦、DD で、初舷としては、
基準排水量4650トン、満載排水量6300トン、全長151メートル、最大幅 17.4 メートル、深さ 10.9 メートル、喫水 5.3 メートルで、コガグ方式の機関によって、最大30ノットを発揮し、乗員は175名となっている。ソマリア沖海賊の対策部隊派遣用で搭載されている兵装として、近距離戦で小型水上目標による攻撃を想定し、環境側面のチャフ甲板及び格納庫上の両舷に 12.7mm 重機関銃 M2 の銃座が4基設置され、環境前面及びチャフ甲板には水上艇の射撃から乗員を守るための防弾板が設置されているほか、搭載ヘリコプターとしてSH-60J 哨戒ヘリコプター1機が艦載されている。また、さざ波には、対ドローン兵器として 12.7mm 機関銃が増設されているほか、VLS には、発展型シースパローとも呼ばれている対ミサイル攻撃用の、艦対空ミサイルリム162 ESSM が搭載されていて、あらゆる風刺波の攻撃に対抗する手段は持ち合わせているが、今回、どのような装備が追加されるかについては、部隊保全の観点から明らかにされていない。ネット上では、防空能力に優れたイージス護衛艦を派遣すべきという意見も上がっているが、昨今の日本近海においては中国海軍が、2013年に中国が一方的に発表した、東シナ海の防空識別圏 ADIZ の境界線付近に、ミサイルフリゲートを常時配備するようになり、これまで全く活用していなかった ADIZ を主張する動きを見せていて、海上自衛隊も護衛艦を派遣して対抗するなど緊張感が高まっている。さらには、北朝鮮も弾道ミサイルの発射実験を繰り返し実施しているため、弾道ミサイルへの対処能力を持つイージス艦を長期間アデン湾に派遣することはできないのではないだろうか。この危険海域では、昔から、民間船舶を狙って出没する海賊への対策として護衛艦が派遣されているが、自衛隊はジブチの国際空港内に拠点を構えて、約200名の海上部隊は護衛艦による護送や海域の監視を実施し、約60名の航空隊は B3C 哨戒機を運用して監視と日本並びに他国の船舶への情報提供を行い、それらの活動を陸上基地で約120名の支援隊がサポートしている。これらジブチに拠点を置く小さな統合部隊は、ソマリア沖の海賊対策だけでなく、スーダン紛争などによる邦人退避への協力や、2023年11月にイエメン沖で発生したタンカー乗っ取り事件などにも対応していて、バブエルマンデブ海峡をはじめとする周辺海域での活動を継続している。しかしながら、この海賊対処派遣における活動対象となる海域は、今のところ、バブエルマンデブ海峡以東のイエメン沖、オマーン沖付近とされており、公海は含まれていないため、公海上で事件が発生したとしても、護衛艦や航空機は対応することができません。イスラエルのネタニヤフ首相は、西側諸国から発せられたガザ地区への侵攻停止を求める説得に応じる気配はなく、ハマスとの戦闘休止合意が近いと報じられていることに対して、1月30日、パレスチナ自治区ガザからの軍撤退も、収監している数千人のパレスチナ人囚人の解放もしないし、イスラエルは、すべての目標を達成することなく、この戦いを終わらせるつもりはないと述べていることから、風刺派によるアデン湾などにおける一連の船舶攻撃は今後も続くでしょう。そもそも、海賊多発海域における日本の民間船舶警備に関する特別措置法施行令による任務であり、2023年11月19日に公海で発生した風刺派による日本郵船運航貨物船の拿捕事件を機に現在、公海も対象海域に含めるかどうかの議論されるようになっていたものの、政府は裏金問題で盛り上がってしまい、その議論が解決されないまま、さざ波はジブチへ向かうことになり、海自隊員の家族からは不安が募るばかりだろう。2024年1月2日、中国国営テレビは、
2022年6月に進水して偽装工事を進めている3隻目の空母福建の最新映像を公開しました。これについて元海上自衛官であり、中国軍事情勢に詳しい笹川平和財団の大氏の指摘によると、福建の偽装が順調に進み、試験公開が近いことを強調する狙いがあるのでは、ということです。中国国営テレビは、偽装工事に携わっている福建乗組員へのインタビューを放送、乗組員たちが自分たちに託された重い使命を心に刻み、計画に基づいて空母の試験を進めていくと語っている様子を伝えました。中国海軍の3隻目の正規空母である003型空母福建は、上海の恵南造船集団有限責任公司で建造され、2022年6月17日に進水しました。中国海軍では、これまで、001型空母遼寧を北海艦隊に配属し、山東省の青島軍港を母港としていました。002型空母山東は、南海艦隊の海南小造亜に配備されています。3隻目の福建は、その担当海域に、台湾を含む東部戦区の東海艦隊に配備されると推測されています。艦名の由来となった福建省ですが、現在の最高指導者、権力者である習近平国家主席が、かつて長年にわたり勤務したとされる土地なので、同省名をつけたとみられます。これによって、中国が福建にかける期待の大きさと、習近平主席の業績であると、ことを強調する狙いがあるのではと見る向きもあります。空母福建は、純国産空母としては2隻目で、独自構想で設計から計画され建造された空母としては、初めての空母として、偽装工事を終えて2024年中には就役すると見られています。中国は、その建国以来、ロシアと肩を並べるほどの陸軍大国でしたが、1996年、平成8年に発生した第3次台湾海峡危機で、アメリカ海軍が中国近海に派遣した正規ザラブ・インディペンデンス及びニミッツからなる空母打撃群に対し、中国軍は、台湾海峡や東シナ海、南シナ海などの沿岸に配置した第二砲兵部隊の地対艦ミサイルで牽制するより他になす術がなかったそうです。つまり、アメリカとの外洋作戦における軍事力の差を見せつけられたというわけです。この屈辱的な事実をきっかけとして、海軍の一刻も早い近代化の必要性と、アメリカ海軍の空母打撃群に対応できる正規空母の重要性を唱える声が高くなり、中国人民解放軍は、海軍装備の近代化と充実を優先する方向転換を余儀なくされたのです。これらによって、中国は、それまでの沿岸防御重視から、九州から、沖縄本島を含む南西諸島を、から南シナ海全域を領海とみなす第一列島線内での海上優勢を確保する近海防御重視へ戦略を転換しました。そして、新たな軍事戦略、接近阻止、領域拒否、A2AD を策定したのです。中国海軍は、それまで未経験だった空母の建造について、アメリカ空母に対抗すべく、独自技術を構築していた旧ソ連海軍の建造技術を学ぼうとしたようです。旧ソ連海軍が建造を進めていたものの、1991年、平成3年に、旧ソ連崩壊により建造途中で中止され、ウクライナの所有となって、空母に目をつけました。アドミラル・クズネツォフ級空母バリャーグは、ほとんどスクラップ同然の状態でしたが、海上に使用するという名目で、民間企業を、隠れ蓑としてウクライナから購入したのです。中国は、このバリャーグを、2002年に遼寧省大連港まで開港し、2005年から、再び空母として運用するための改修工事を行いました。2012年9月に、スキージャンプ方式のストバーの001型空母遼寧、満載排水量約6万トン、全長 304.5m、最大幅 70m として再生させ、中国海軍初の正規空母として就役させたのです。中国海軍は、前述の遼寧を改修時に習得した空母建造技術を活かし、遼寧のコピー版とも言うべき002型空母山東、満載排水量約6万7千トン、全長 315.5m、最大幅 75.5m を純国産空母として、
2016年、平成28年から建造開始しました。翌年2017年2月に浸水、2019年12月17日に就役させたことで、中国海軍は、正規空母2隻の体制になったのです。遼寧と山東の空母は、艦載機発艦に際しては、スキージャンプ方式を用いるストバー方式で運用していましたが、艦載機である、艦上戦闘機 J-15 は、燃料や兵装を満載した状態で発艦できず、さらに、想定数、延べ出撃機数も制限を受けるので、攻撃力については疑問視されていました。そのため、3隻目の空母となる003型については、アメリカ海軍の原子力空母と同様、カタパルトで艦載機を射出して発艦させるキャタバー方式が採用されることになりました。その結果、基準排水量7万8000トン、満載排水量 80.000 トン以上、全長320メートル、水深幅38メートル、最大幅 75.5 メートルのアメリカ海軍の原子力空母と、遜色のない戦力を保有する空母として、福建が建造されたのです。福建の搭載可能な航空機数は、サイズが大きいため、遼寧や山東よりも、はるかに多く60から70機とも言われます。カタパルト方式が採用されたので、艦載機の想定数が大幅に増加、燃料及び兵装を満載した状態で発艦することができるようになったのです。福建がキャタバー方式で建造されることが明らかにされた当初は、純国産空母に搭載されるカタパルトは、アメリカ海軍のニミッツ級原子力空母と同じ蒸気式カタパルトが搭載されるという声が多かったのですが、2017年7月、中国が、電磁式カタパルトの自主開発を進めていて、蒸気カタパルトとの比較試験を開始しているとが報じられました。蒸気カタパルトは、空母のボイラーで生じた大量の蒸気の力を用いて艦載機を射出しますが、電磁式カタパルトは、リニアモーターで艦載機を射出させるので、短時間で連続発艦させることが可能です。それだけではなく、艦載機の重量に応じて、最適なスピードで発艦させられるので、艦載機の寿命を延ばせるなどのほか、艦内の蒸気を運ぶためのパイプなど関連設備が不要になるので、その分のスペースを他に利用できるというメリットがあるのです。ただし、電磁カタパルトにもデメリットはあります。運用には大量の電力が必要とされるので、半永久的に大量の電気を発電できる原子力空母でなければ、連続的な運用はできないという意見があるのです。現時点で電磁式カタパルトを採用しているのはアメリカ海軍の最新鋭原子力空母ジェラルド・ R ・フォードだけです。この空母はニミッツ級原子力空母を就役させて以来、アメリカにとって約40年ぶりの就役となる最新鋭空母で、10万トン級の巨艦の動力源である原子炉はニミッツ級の3倍もの発電力を発揮するそうです。カトバー方式の原子力空母運用にかけては、ニミッツ級で定評のあるアメリカ海軍ですが、そのアメリカでさえ、電磁カタパルトを空母へ搭載するについては、強大な発電能力を持つジェラルド・ R ・フォードでなければ運用できないと推測されているのです。となると、空母でのカタパルト運用経験のない中国が、発電能力の低い通常動力型空母において、電磁カタパルト運用が可能であるかどうか、疑問視する声がかなりあるようです。福建の情報としては、航行用の3機のディーゼルエンジン以外に、電磁カタパルト用の電力を確保するため、ディーゼルエンジンを、さらに2機搭載しているとも言われていますが、真偽のほどは定かではありませんし、就役後に、電磁カタパルトが期待通りに働いてくれるのかは不透明です。その電磁カタパルトについては、香港の朗報の報道があります。不当に停泊している福建が、電磁カタパルトの射出実験を行ったというのです。詳しく紹介すると、停泊した状態の空母から、車輪のある物体を射出するのに成功したということですが、映像からはカタパルトが作動しているようには見えないなどと指摘する厳しい声が上っているようですよ。